記事を入力するときにキーボードだけではちょっと紙カルテへの全ての対応が難しいと、まあ、考えてというか、まあ、現場の医師からも、まあ、こういう絵を描きたいっていうのがよそスムースにいかないんじゃないかっていうのは、まあ、もちろん多く出てましたんで、それをの対策として特に図やシェーマーとかちょっとこう言葉で表現しにくいところを電子カルテ内に書き込むっていうのに有効な、まあ、こうデバイスなのかなっていうふうに考えて、本当に手書き感を残しつつ、まあ、カルテに書けるというところが、まあ、良かったと思います。